オルジャイ社ンは、ドイツデュッセルドルフ出身のプロサッカー選手。トルコ代表、イエニマラティアスポル所属。ポジションは、ミッドフィールダー。地元クラブのホルトゥナデュッセルドルフでプレーを始め、バイエルレバー空前、ついで、ボルシア・メンヒエングラートバッハの下部組織に移籍した。ボルシア・メンヒエングラートバッハでは、リザーブチームで2シーズンプレーしたもののトップ昇格は、叶わなかった。 2008年に MSV デュースブルクに移籍し、プロデビューを果たした。2010から2011シーズンの活躍を受け市、FC、カイザースラウテルンに移籍。2011から2012シーズン終了後、トルコのベシクタシュ JK に80万ユーロで移籍。契約は4年。2012年10月22日のガズヤンテプスポル、1000で移籍後初ゴール。シャハンは、 トルコ人の両親を持つトルコ系ドイツ人で U-17 世代ではドイツ代表を選択したが後にトルコ代表に変更した。2012から2013シーズンの活躍がトルコ代表監督のアブドラ・アブジュの目に留まり2013年5月22日のアンドラ代表戦で A 代表初出場を果たした。ファティテリム監督交代後もレギュラーを務め2014。 FIFA ワールドカップヨーロッパ予選に出場した UEFA ユーロ2016でも参加メンバーに選ばれている。ありがとうございます。